今から上級編始めるよ。最後は消防職員の大好きなこのトレーニングを。シンプルだけどなかなか難しいのを紹介するね。懸垂です。持ち手は肩幅ぐらい開いて胸をなるべく近づけます。1、2、3、2、2、3。それではみんなもやってみよう。懸垂よい、よし。1、ゆっくり。2、ゆっくり。3、ゆっくり。4、ゆっくり。5、ゆっくり。目、僕たち消防職員は最低でも20回はできます。みんなは一体何回できるかな。さあみんなもやってみよう。このトレーニングでは背中を鍛えることができるから、こんなこともできるようになるよ。車両引け！よし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 ！ここまでいろいろなトレーニングを紹介してきましたが、皆様いかがでしたか？何事も継続は力なり、やり続けることが大切です。小さなことからコツコツと積み重ねて健康な体づくりを目指しましょう。我々消防職員は筋力トレーニングやランニングが欠かせません。日々精進し積み重ねることで強靭な肉体を手に入れることができるのです。皆さんも日々のトレーニングに励んでください。ありがとうございました。